おはようございます。おはようございます。まあ今日なんですけど、はい、まあまだ結構早いね。まだ9時40分か今、はい、9時40分で、でリリーちゃんたちが10時出社だよな。そうです、うん、10時出社だから、まあリリーちゃんが今回の、まあ、企画なんですけど今回の、はい、まあリリーちゃんが来る前に、まあリリーちゃんのことさ、事務所は別じゃん俺だってさ、そう、別の事務所に隠れて驚かそうかなみたいなめちゃくちゃしょうもないめちゃくちゃしょうもないしょうもないですね。しょうもない、はい、じゃあそれだけじゃ足らんだろう。だってもう一個とっておきのやつ持ってきたんだわ。勝手に携帯の履歴チェックしてみました。イエッ、無修正動画とか出てくんかな。やばくないですか何がどうします、無修正動画出てきたら。足場職人あやめ方とか調べてたら。足場職人あやめ方はないでしょ普通に。足場職人とセックス。まあということでね、まあ携帯の履歴をチェックしてみて、まあ初、俺チェリーボーイしてるわ今日女の子の携帯履歴チェック初めてするわ。携帯履歴チェック童貞だったんですか。携帯履歴チェック童貞と、あとあの本当の童貞、まあ素人童貞ってやつね。プロは いくらでも行ったことあるから、ぜひあの素人の方であの教えてくれるっていう方はあの直接インスタグラムの DM 脱線しまくりますんで喋ってると、はい、まあ直接もちょっとリリーちゃんのところの事務所に行きたいと思います。はいはい、じゃあつきましたね。つきました。レイムチャオリやん。レイムチャオリ。まあレイムでいいか。レイムチャオリだけとりあえずあれしてもらおうか。じゃあ協力してもらおう。協力してもらおう。はい、じゃあ入ってみたいと思います。はい、開いてないですか。開いてない。やばいな。また見てねですか。ボツだよ。また見てね。まああるんで僕この日のために。セコムないですか。え、セコム使われてあります。ほんとだ、セコムあるじゃんまあいいや、最近あのプップってなったら普通に七色の寺道ですって言ったらなんとかなるっしょ大丈夫ですか。なんとかなるっしょまずいな、さすがに。ちょっとまずいです。まずい、ちゃんと借りてるなんでわかるじゃん。ジムは俺のもんだからね。じゃあちょっととりあえず上げてみたいと思います。ガチじゃないですか。まあまあすごいから言っとくけど、ジムに行ったら一発や、こんなん。俺の下僕たちだぞ。社長は、社長の下僕は俺だけど、お前、俺の下僕はジムだで。やっぱ誰もいないな。お前でも年間車止まってんだろうな。とりあえず、ちょっと俺ここで隠れとくわ。絶対バレます。バレる。いないよ。いないよ。あ、ついてないですね。真っ暗だもんな。失礼します。これさ、これ隠さなかんだ。とりあえずどうする？カメラでここに仕掛ける。俺どこに隠れる？どうしましょうね。やばい、今何時？今49分ですね。今49分、やべえな、もう来そう来そう。どうしよう、こんな格好なんですか。リリーちゃんつけたっけ、ここ。そうそうそう。じゃあもうここ下隠れるわ。ワンチャン狙いで。ワンチャン狙いで下隠れるわ。ワンチャンあります。ワンチャン狙いで下隠れるで。で、帰るどこに仕掛けよう。カメラ前だと持っとったらバレるもんな。バレますね。だどっか、まあ適当に隠す。まあ適当にちょっと隠そうか。はい。まあまずこっちいいね、こっち。ああ、そうですね。なあ、こんぐらい上げてきてたら、ちょっとやらしく。こんぐらい。ああ、わかりました。じゃあ、とりあえずちょっと、あの、いいよ、隠れろ、ここに。わかりました。カメラだけ仕掛けていこうか。はい。じゃあ、リリちゃん車で、待ってねー。
生これなんですけど、まあね、マジで誰とも喋ってない。まあまあ今よかったの。まあまあよかったの。普通に男みたいなやつがよくしてうわーなんですよね。でもなんかあのレイミちゃん車止まってるじゃないですか。あ、今日レイミちゃん一回ここに出勤してから、はい、あのお客さんとこ行ったんですよ。あ、だからまあそう、自家用車で来て会社の車でお客さんとこ行ったんで。あ、そういうことですね。早めしろってことですね。だから今はいないんですけど、まあそんなことさっきおき、まあちょっと尺がないな、マジで。レイミちゃん驚かしますか。まあでもそこで、あれですよね、まだ全然帰ってこないですよね。いや、僕もパッと撮れる動画一本ある。はい、思い浮かんだんですよ。ちょっと、まあパパッと撮れる、はい、携帯履歴ミッチーですか。はい、ミッチーの。いや、僕のじゃないです。いや、僕のやつだって見たらしょうがないです。いや、何、私のですか。はい、リリちゃん。いや、ちょっと確認していいですか。いや、すでにいかんすよ。一瞬確認していいですか。ダメよ、ダメダメダメよ、ダメ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 。いや、確認したらか、確認したらか。ちょっと、ちょっと確認したいんですけど。これ、ちょっと待って、待ち受け、ちょっと待ってんですけど。これ、検索の人、マジで検索の人、何これ。ポケットモンスタースペシャルコミック。いや、どう、何履歴見ます。でも履歴に行こう、履歴に行こう。何これ。ちょっと待って、あー、履歴もう出てきたね、この履歴。無修正って書いてあるよ、普通に。本当です。鼻がエプロンとか。プロコン、スイッチプロコンって。プロコンですよ。カタカナ読んでますか。オーラル、オーラルってなんだっけ。バンドです、私の好きな。あ、バンドなんす。はい、もやしの保存方法が欲しい。ビジネスでの、これやだ。でも、検索しますよね、それ。ビジネスでのお断りメールの。検索しますよね、これ。絶対する、絶対する。いや、俺死ぬ、絶対死ぬ。言葉がわかんないんですよ。え、でも断るも普通に申し訳ございませんでした、その一言だけです。いや、まあそうですけど、まあちょっといろいろなんかあるじゃないですか。コーチシリアルナンバー意味。いや、もうごめんなさい。いや、言ってもマジでもういいって。ほんまにも刻印ハブ。え、待って、コーチ以外何調べてる。 JCB が運用するポイント優待サイト。もう女子って感じだな、本当に。検索してんだろ、こんなこと。そうです、そうです。だろ、お前無修正ばっかりだろ。はい、だろ。今私現金使わないんで、もうカード。あ、そういうことですか。カードのちょいポイント気になるんですよ。家庭認証コード、うん、はず、なにこれ、めっちゃちょっとあれ変なんだけど、糖質制限ザクザク簡単。じゃあお前やだ、これはまた韓国料理。じゃあめちゃくちゃ頼んだら8月19日からマイ・ニンテンドー雨の日デート。わぁ出たぞ、これ出たぞ、雨の日デート。雨の日デート、待て。雨の日デートに今、これ何マジで、こんなん落ちた覚えない。大人気の室内スポットっつって。おーマジで。あ、でもこれ多分デートとかじゃなくて、普通に雨の日に友達と遊びに行くのに、多分ほんまに参考にしてくれします。あの、遊びに行こうとこいないんで。視聴者さん見ました。マジで遊びに行こうとこなんかいないんで、マジ。8月19日あのデートしようとしましたよ、多分。してない、してない、してない。マジでしてない。あ、三重行きましたね、雨の日今楽しめて。三重の男っすか。三重どうやったっけ。三重の男じゃないっす。三重行ったっけ。三重、雨、遊び場、保存容量が足りなくなった場合の対処方法。何の、何の、何でしょうね、これ。何やろ、分からん。ね、もうちょっと、もういいでしょ。もういいですね、もういい。まだ現場とか言ってるし。もう、あの、もういいですよ。で、デート行くって分かったんで。はい、苦いですよ、マジで。いや、ほんまに、マジで。雨の日デートは、雨の日デートは、あの、ぜひリリちゃんの方にインスタの DM 送ってください。断ります、断ります。あれの日デートね。まあそんな感じで、まあ今回はあのちょっと面白いと思ったらぜひいいねとコメント、コメント、チャンネル登録もお願いします。お願いします、ぜひ。はい、私の履歴そんな面白くないですよね。まあ雨の日デートっていう分かったし、ね、いやもうマジでしないですからね、ほんまに。しないですか。マジで、マジでする人いないから。ちょっとそれもそれでちょっとなんか悲しいっすよね。そうですよ、悲しい人間ですよ、私は。もう家でずっとゲームやってる悲しい人間です。検索リンクからも分かりますが。で、あとまああのちょっとライブを毎週水曜日っていうのをちょっとやめて、まあ、不定期で、まあ、飲みに行った時にちょっとやりますんで、ぜひまあちょっとまあライブも見てくれたらなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあまた時切れますんで。
また見てね。もうしなくていいです。Yeah.